取り込み体験はお子様から大人の方までどなたも無料でご参加いただけます。コックピット乗り込み体験は先着30名様とさせていただいております。ただいま午後4時より受付を開始しております。レーシングカーの車内に実際に乗ってみたいという方はぜひステージ向かって左手のコーナーまでお集まりください。はい、それではですね、ただいまから選手紹介の方してまいります。さあ行きましょう。フォーミュラークラスの A メイン決勝のドライバーを紹介しよう。ポールポジションは小道具の中田選手。もちろん勝つ気はまんまか。そして2番手に駆け込んできたこの男、勝田選手。一礼をした。心はハートフルだというふうにお伝えしてくれましたよね。その走りぜひご覧いただきましょう。そして北九州から来た男、笠原佐藤。よろしくお願いします。どういたしょうか。そして4番手ガーベ選手。アイラブホームラー、のウェアからの気持ちが伝わってきます。そして5番手中村選手。中村選手は一番端のポジションをチョイスした。そして愛すべきこの男、6番手に勝ち上がってきたのは近田選手。ロータスのマシンを引っ提げ、もちろんファイナリストに戻ってきたからには勝つ気は満々だ。さあ石川さんお願いします。またただいまのお時間は、はい、コースオープンです。感度チェックになってください。はい、逆走しないようにしてください。アンケート2名でマビをつけていただくだけの簡単なアンケートです。そしてアンケートにお答えいただいた方には一旦冷凍の23号車お中央オーティング GTR のオリジナルステッカーも差し上げております。はい、IC ターゲットでですね、計測チェックの方、あと1台ですね。さあまさに実車フォーミュラーがレース前ピットを行ってグリッドに並びそのシートを彷彿させるこのグリッドフォーミュラー。はい、さあまさに速く走るためのスタイリングですよね。そうですね。はい、準備 OK ですか。はい、それではですね、フォーミュラークラス A メイン10分間スタートいたします。スタートシグナルにご注意ください。はい、綺麗に一斉にスタートしていきました。オートトップの車はオート外側のラインを使ってトップを独走していたが、ここでクラッシュ。1位で戻ってきたのは佐藤選手だ。続いて軽部選手、達田選手、中田選手、近田選手、中村選手の順。しかしここで順位また少しずつ変わっている。佐藤選手、軽部選手、中田選手、近田選手、達田選手、中村選手の順。トップの佐藤選手、今外周からインフィールドメッキが入った蛍光イエローのボディ、そして2番手ホワイトにグリーンのボディ、こちらが軽部選手。おっと3番争いが今激しいぞ。近田選手ね、食い込んだ近田選手。おっと2番手3番手4番手が水の前だ。1位の佐藤選手は今うまく抜け出した。そして軽部選手も混戦をちょっと離脱。はい、トップのマシンはこれです。今ストレートに戻ってきた車、そして2位がこちらグリーンの車、その後ろ3番手4番手がグリーンとホワイトと赤の車ですね。こちらの車が3番手4番手争い。
今非常に暑いのはこの3番手4番手争いです。グリーンの車、近田選手が今なんとか抑え込んでいる。近田選手が中田選手を近田選手来ましたね。はい、1台ですね、2番1周抜けているので後で、補足しますので、あくまでこれ暫定の実況となります。最終戦が入ります。はい、トップの佐藤選手は変わらず2番目のオースター、ここで勝負にかけてぶつけてしまった。まだしかし佐藤選手、弾き飛ばなかった、さすがだ。そして近田選手がじりじりと追い上げる。今度はその近田選手がトップ銀と蛍光イエローの佐藤選手のマシンに襲いかかるが、その後ろからも車が来ている。まさに実車ホームラン、もうスプリントレースですよね。はい、佐藤選手、近藤選手、ルル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 めっちゃ走られてて、俺は走らせますよと力強く言ってきました。はい、トップの車来てますので気をつけてください。トップの車は今外周からインフィールド。石川さん、今年10周年、はい、10回目を迎えるこのミニッツカップをね、北九州をね、しょって立つ男がまた新たに出てきてますよね。はい、そうですね。オーナーで佐藤さんね、このね、レースでそれをね、まさに見せつけています。はい、今トップは外周からインフィールドに入ってきた車、銀色のボディに、蛍光イエローの車、似てる車がちょっとありますので、そうですね、はい、今ストレートからですね、インフィールドに入ってくる車、銀に蛍光のウィング、そしてリアがですねピカピカする電飾ついてますね。はい、こちらが佐藤選手の車。さあ、大時計の方は6分を過ぎたところだ。6分を過ぎたところだ。残り6分。そして中田選手が詰めてきた。トップまでの差が 0.5 秒。その後近田選手すぐ後ろ 0.4 秒。ここの三つどもえがかなり接近してきた。ああ、またね、中盤戦レース面白いね、状況を様子を呈してきました。はい、今トップのポーッと2番手が転倒、近田選手が2位に浮上、1番佐藤選手は今コース真ん中の、銀色のボディに赤い LED がついている車、そして2番手がグリーンの車。さあ、1番手と、ね、2番手はマシンの差、5マシンの差といったところでしょうか。これは、あっと佐藤選手が接触してスピン、トップがなんと近田選手、しかしながらすぐ後ろに中田選手がやってきている。その差はなんと 0.05 秒差。の合流で、まさにファイナルレースにふさわしいコースだ。はい、ここで中田選手がトップに立った。残り時間4分30秒。中田選手、そして佐藤正治選手、佐藤選手がまた追いついてきた。ものすごい勢いで間隔を詰める。今トップストレートからインフィールド、赤いフェラーリのボディ、それを追うシルバーにオレンジのボディ、そしてピアに赤い LED が見てる。こちらが佐藤選手、しかし今じわじわと中田選手が佐藤選手を引き離してかかっている。その差は 0.7 秒。はい、6番も1勝したので、後で足します。ですので今1位と2位の順位はほぼ間違いない。1位と2位の場所は今こちら、計測前からストレート、
赤い車がトップ、中田選手、そしてそれに続くシルバーに蛍光オレンジ、赤い LED が佐藤正治選手2番。この2台、おーっと、ここで佐藤選手ピンに越してしまった。残り3分30秒。今ちょっと中田選手ちょっと後ろがいて楽になった。あと3分間逃げ切れるか。現在の順位、まあ、暫定になりますが、中田選手がトップ、その続いて佐藤選手、カルベ選手、中村選手、近田選手、田澤選手、ただし後で修正あります。さあ中田選手バックマーカーが出てきたぞ。佐藤正春選手実は許さないぞ。佐藤正春選手はトップ、中田選手2秒7、まだチャンスはある。残り2分47秒。トップの車、今ストレート、赤いフェラーリの色、こちらがトップ中田選手。残り2分15秒。佐藤選手との差が3秒2。ここのタイム差を見ていきたい。おっと、もう3秒6秒ちょっと離された。佐藤選手追いつけるか。残り1分45秒。トップの車はコース中央、赤いフェラーリ、こちらが中田選手、今ストレート真ん中。そして3番手のカイル選手もね、やっぱりね、3番手のカイル走りですよね。この人の振り回しです。時間差が5秒と少しずつ増えている。さあ、そしてここで時計は残り1分。中田選手は52周目。佐藤正春選手今通過、その差が8秒。じわじわと中田選手が優勝に近づいている。トップはただいまストレート、赤いフェラーリ、インフィールドから今コースの中央から赤い車がトップです。選手は56周目突入、残り15秒。さあ、最終回、このメンズカップファイナルホームラン予想成績はどうなるのか。残り3秒2秒1秒、ここで10分経過です。はい、1コースゴール、4コースゴール、2コースゴール、5コース、6コースゴール、3コースゴール、転車ゴールです。ただいま正式結果を出しますので少々操縦台でお待ちください。はい、タイム修正が入ります。3番手はね、佐藤正